そういえば。さて、始めましょうか。君、わかりますか？これだ。正解です。そういや、んじゃあ行くか。
頼んだぞ。どうだ？よし。さて始めましょうか。
です。始めようか。始めるわよ。
心配してよ。しょうがねえな。来いよ。マジでこいつ？お前の自意識過剰じゃね？違う！君たち、何なんだ？それはこっちのセリフ！つきまとってたくせに！つきまとった？心外だな。ずっとつけてたでしょ？電車の中から。それは…やれやれ、いきなり車を降りたと思えば呆れるほどの情熱だな。結構結構。車から見かけて追いかけずにはいられなかった。先生の着信にも気づかないほど。けどよかった、追いついた。君こそずっと探してた女性だ。ぜひ俺の。いやだ、ちょっと。俺の絵のモデルになってくれ。モデル？俺は今まで納得いくものが描けなかった。君から他の人にはないパッションを感じる。この男怪しすぎる。いかがわしいスカウトじゃねえの？協力してくれるのか。どうなんだ。待てって、お前誰よ。ああ失礼、俺は厚生高校美術科2年、北川雄介だ。俺は斑目先生の門下生で住み込みさせてもらってるんだ。画家を目指してる。え、マダラメって、あの、こないだ情熱帝国に出てた？そうだ。知ってんの？超有名な日本画家、世界で評価される日本画家なんだって。こないだメメントスで聞いた。ユウスケ。すみません先生。あのじいさんがまだらめ。明日から駅前のデパートでまだらめ先生の個展が始まる。初日は俺も手伝いに行くんだ。ぜひモデルの件、その時にでも返事をもらえると。どうせ絵画に興味はないだろうが、チケットは人数分渡してやるよ。じゃあ明日ぜひ。わかりやすいやつ。行く気じゃねえよな。行ってみようかな。やば、時間。また後でね。アンドのを狙うとは、ユウスケ。その顔。マダラメの弟子と偶然知り合った。都合のいい話ね。本当なのかしら。まあいいわ。一番知りたいのは手口。
確かにマダラメは許されざる罪人だった。富や名声を子供たちの生き死で肥やしてきた憎むべき大人けど、長年隠し通してきた秘密の悪事を短期間でどうやって。また異世界？いいわ。じゃあ仮に君が言うように宝を盗めば心を変え、そうなると別の疑いが。人が急に意識を失って目覚めなくなったり、逆に凶暴になったり、これって見方によれば心が急に変わる現象だとも取れるわね。君たち関係あるの？いいわ。マダラメの件の続きを話して。なんてことだ。もう試験の話はやめようぜ。いやでも来週答案が返ってくんだしよ。終わったことよりさ。何見てんの？例のサイト。ダメだ、大した情報ねえし、書き込みも減ってきてんな。我が輩、一発屋で終わんのはごめんだぜ。ジタバタしてもしょうがないよ。どっかランチ行かない？こないだのお釣りも残ってるし。なら俺寿司がいい。それかうなぎ、国産の。ねえからそんなに。あ、そうだ、朝もらったマダラメ店のチケットは。まさかあのユウスケに一目惚れ。そんなんじゃないっての。そうだよな。テレビの特集見てた時、結構いい絵だったし、タダ券あるなら。それにもしかしたらメメントスで聞いたのと関係あるかもだし。マダラメだっけか。それよりあと2枚もらったこれどうする？たまには芸術でも鑑賞してみる？芸術ねえ。こうなりゃ全員で行くぜ。芸術の鑑賞は人間の魅力や品。まあみんな。古典に行くって響きがちょっと大人な感じ。じゃあ明日会場前に集。よーし。
混んでんな。いるのバレたら面倒だから、あんま出てくんなよ。来てくれたんだね。まあ。本当に来たのか。てめえで剣置いてったんだろ。他のお客様の邪魔にならないようにな。さあ、案内するよ。俺の描きたい絵のこともいろいろと話したい。じゃあ、後で。アンドの、大丈夫なのか？大きな絵の裏でゴニョゴニョなんてことを。出てくんなっつの。マジで芸術鑑賞する？帰るってのもありじゃね。一遍だけざっと回るか。どっちから行きゃいいの？これ。ん？この間のじいさんだ。先生のイマジネーションにはいつも本当に全てを一人の人間が描き出したとは到底思えない縦横無尽の、一体どこからこれほどの着想が？そうですな。言葉で伝えるのはなかなか難しいのですが。泉に一つ、また一つと泡が浮かぶように心の内から自然と湧き出てくるのですよ。自然とですか。重要なのは金や名声などの属性から離れることですな。私のアトリエは質素なあばら屋ですが、美の探求には十分なのです。あばら屋？なるほど。無心が内なる美を育ててく。それにしても巨匠マダラメ先生からあばら屋なんて言葉が出るなんて。ご覧いただければわかりますよ。あばら屋って言葉確か。マダラメ先生来てるの？あそこ。やっぱり初日来てよかった。ちょ、押すなって。多すぎだろ。潰れる。とりあえず出口に。死ぬ。日本画ってこんないろいろ種類があるのね。普通はもっと作風は絞られる。でも先生は全てを一人で創作してる。特別なんだ。ユウスケ、ここにいたのか。先生。昨日の子だね。楽しんでもらえているかな。本当すごいっていうか、うまく言えないんですけど。何かを感じてもらえる、それだけで我々画家は本望だ。いい絵になるといいな、ユウスケ。では、失礼。芸術家ってとっつきにくそうだけど、先生って親しみやすいよね。ああ。あ、これだ。生で見たかった絵。これが？けど熱い苛立ちを感じるの。あんな気さくで紳士的な人なのにこんな絵が描く。どうしたの？なんでもない。こんな絵よりもっといい絵がある。さあ、こっちだ。
ちょっと。おばちゃんの肘がもろ。けど、おかげで思い出したぜ。まあ聞けって。ネットの書き込みだ。ほら。なんで先変えんの？ちげえって。俺ら巻き込まれて。まあいいや。お前もこれ見ろよ。この書き込み、まだらみ。なんて？日本画の大家が弟子の作品を盗作している。テレビは表の顔しか報じていない、だとよ。盗作？最初に見た時は何とも思わなかったけど、あばら屋でまだらめだからな。住み込みさせている弟子への扱いはひどく、こき使うだけで絵など教えてもらえない。人を人とも思わない仕打ちは飼い犬をしつけるかのよう。盗作に加えて虐待ってとこか。マジなら大スキャンダルだ。北川くんが書き込んだのかな。だってまさに弟子でしょ。さあ、匿名だから。となるとメメントスで聞いたマダラメがあのマダラメと同一人物かもしれねえ。先生がそんなこと。あの時のシャドウに聞けないかな。あ、っていうか現実の本に。どんな風に聞くんだよ。メメントスのことから説明すんのか。それに現実で表立って動いたらマダラメ本人にバレる可能性もあるぜ。お前はマダラメのことどう思う？怪しくね？ここまで被ってんだぜ。ほぼ確定なんじゃねえの？こいつが黒なら待ってましたの大物だろ。まあそうだ。本当なのかな。あ、そういやモデルの話はどうなってんだ。北川くんから連絡もらってる。あとマダラメ先生のアトリエの住み込みっつってたな。ちょうどいい。明日行ってみようぜ。放課後マダラメん家に行くぞ。え、モデル明日？急に言われても。はあ？北川に話を聞きに行くんだよ。なんだそっち。よーし。おい、そういえば、
問です。やりますね。よし。なあなあ、鴨志田卓。
元オリンピック選手。自首の動機は両親の呵責ね。人の心はそう変わらん。まして、まさかな。囚人学園、念のため探らせておくか。もしかして住所も合ってる。表札はまだらめってなってる。チャイム押してみろよ。私？押したら壁倒れたりしないよね。たらいが落ちてくるかもしれないぜ。どちら様でしょう。先生なら今は。高巻ですけど。すぐ行くよ。人をす高巻さん。お前らもか。チーズ。悪いけどモデルの話じゃねえんだ。聞きてえことがあってよ。マダラメが盗作してるってマジ？虐待もなんだろ。正気か？ネットに出てんだよ。これ？くだらない。盗作もありえないが、虐待だと？虐待するほど子供が嫌いなら住み込みの弟子なんて取るものか。それに今は住み込みの門下は俺一人。俺がないと言うんだから疑う余地はない。お前が嘘ついてっかもしんねえだろ。それはくだらない。身寄りのない俺を引き取ってここまで育ててくれたのは先生だ。恩人をこれ以上愚弄する気なら許さん。本当にそうなの？ユースケ、どうしたんだ、大声を出して。こいつらが根も葉もない先生の噂を。許してやりなさい。悪い噂を耳にして彼女のことを心配してきたんだろう。はい。まあこの偏屈な年寄りが万人に好かれているとは自分でも思わんさ。そんな。横から出しゃばってすまなかったね。けどご近所の手前もある。ほどほどに頼めるかね。それじゃ失礼。綺麗だったな。すまん。そうだ、あの絵を見れば先生を信じてもらえる。先生の処女作であり代表作、さゆりだ。俺が画家を志すきっかけをくれた絵なんだ。綺麗。芸術わかんねえけどこれすげえのはわかる。高巻さんを初めて見た時この絵を見たのと同じ感動があった。私？俺はこんな美を追求したい。君を描くこともその一環だと思ってる。どうかモデルの話よろしく頼む。せっかく訪ねてもらったんだが今日はこれから先生の手伝いなんだ。また日を改めて。それじゃ。なんか
いいや。メメントスで聞いたマダラメは別人なのかも。せっかく大物見っけたと思った。異世界ナビはどうなってる？おいこれナビ。さっきの会話を拾ってたの？この表示、マダラメ先生にもパレスがって、なんで？マダラメと盗作にアバラヤか。こいつがキーワードみたいだ。スカ、これマジで何なんだ？本当にあんな爺さんにもパレスがあんのか？入るには最低限本人の名前と場所が分かればいいんだったな。あとはマダラメがこのアバラヤを何と勘違いしてるかだ。それ鴨志田の学校が城的な？そういうこと。当てずっぽうでもいいから何か言ってこうぜ。急に言われてもよ。とりあえず城とか。候補が見つかりません。じゃあ牢獄は？候補が見つかりません。うわあ、めんどくせえ。刑務所、倉庫、それと教育指導室、ついでに牧場。候補が見つかりません。かすりもしねえ。出直すか。画家に関係する建物素直に。ナビゲーションを開始します。開始ってこれ。美術館なんだよ。これがマダラメの。パレスは欲に駆られた妄想の景色だ。鴨志田のパレスが城だったようにな。マダラメ先生って現実の美術館にも絵は飾られて、個展も大人気だったし、尊敬もされてるし、そんな人がわざわざ美術。言われてみりゃ盗作や虐待とも関係ねえよな。少し入ってみようぜ。ここで頭ひねってても仕方ないだな。つかよ、怪盗に美術館って定番じゃね。さすがはジョーカー、我が輩と同じ気持ちだぜ。しかしすげえ人だかり。
怪しいな。感じるぞ。ねえ。くそ。なあ、
い宝箱だぜ。早速開けてみようじゃない。お？これ見ろ。無限の泉？彼らはマダラメ館長様が私費を投じて作り上げた作品。彼らは自身のあらゆる着想とイマジネーションを生涯館長様に捧げ続け、それが叶わぬ者に生きる価値なし。ねえ、これ多分盗作のことだよね。とんだ食わせ。弟子は俺のものってとこか。本当ならまともな絵描きですらないぜ。画才のある弟子の着想を生活を保証する代わりに盗んでるんだ。まさかと思ったが、たくさん飾ってある人物が、やっぱりあれが認知症の弟子なんだ。生きる価値なしと来てるぜ。これマダラメ様の役に立つうちは置いてやるけど、ダメになったら。まるで奴隷や道具じゃない。なんでユウスケは黙ってんだ。かばう理由ねえだろ。引き取ってくれた恩人だって言ってたよ。だからってよ。個展の時にね、飾ってあった絵を私が褒めたの。けど北川君、様子が変だった。もしかしたらあの絵も盗作。どうするよ。これもマダラメがターゲットでいいだろう。そう来なくちゃな。待てお前ら、もう一度ユウスケに事実を確認しよう。んだよ確認って。実際に悪事があったのかどうか裏取っといた方がいいってことだよ。めんどくせえ。それにマダラメのことまだ知らなすぎる。うん、そう、私北川君に連絡してみるね。モデルの話受ければ真相聞けるかもしれないし。え、やんの？もちろんみんなも来てよ。一人じゃ怖いし。偉い画家の先生か。鴨志田より手強い。まあユウスケから裏取れるまでは準備だな。怪盗団としての初陣だ。絶対成功させんぞ。
やるか。